こんにちは、ブレナーズの小林です。今回ですね、初めてのウェビナーとなりますけれども、英語圏のですね、セールスファンネルのケーススタディ1回目ということで、始めさせていただきたいと思います。皆さんのですね、マイクの方はミュート状態に設定させていただいておりますので、そちらの音は このウェビナーに反映されません。では始めたいと思うんですけれども、まずですね、セールスファンネルとは何なのか、まあ簡単にですね、冒頭お話をしておきたいんですけれども、昔はですね、例えば ebook を一冊作ったよと、そしてその ebook を売るためのセールスレターを、まあ縦長のセールスレターなんですけれども、まあそれを置いたよと。そこで訪問者がやってきて、その商品を購入すれば、すぐにダウンロードを、まあページへ、リダイレクトさせると。もし、買わなければそのサイトから立ち去ってもうそれで終わりだよと、まあ、超販売口のようなんですけれども、まあ、これが典型だったんですね。ただ昔はですね、このシンプルな販売のメソッドであってもですね、まあ、1週間もすれば100万200万という売り上げが、まあ、見込めたと。ところがですね、だんだんとですね、競争が激しくなって、もう商品もどんどん、まあ、市場にあふれてくるよと。その中でやはり昔ながらの方法では期待した収益が上がらないということで、まあ、セールスファンネルという概念を考え出した、まあ、英語圏のマーケターがいたんですね。まあ、このセールスファンネルっていうのはですね、フロントエンド、一番最初の商品ですね。これを購入してくれた人には次のアップセル、そしてそのアップセル1を購入してくれた人にはアップセルの2、そしてアップセル2を購入してくれた方にはアップセル3と、まあ、連続してですね、オファーを、まあ、浴びせていくという手法なんですけれども、まあ、これがですね、非常に、まあ、当たったと。そして現在もですね、盛んにですね、このセールスファンネルのメソッドを取り入れたマーケターが多いよと。いうことなんですね。まあ、そのセールスファンネルなんですけれども、このフロントエンドの役割とですね、アップセルの役割っていうのが全然違うんですね。その辺を絡めてですね、これから具体的にお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずご覧いただいている画面なんですけれども、こちらですね、WP オートウェビナーというワードプレスのプラグインになります。こちらがフロントエンドになります。これはですね、まあ、ウェビナーを自動化するよというプラグインになってくるんですけれども、まあ、ご覧いただくと分かるんですけれども、まあ、一般的なですね、セールスレターになります。まあ、ビデオプレゼンテーションもあるよと。そして、まあ、詳しいですね、テキストベースでの、まあ、商品の説明、ベネフィットの説明がなされています。まあ、昔ながらの縦長ですね、非常に長いコンテンツです。はい、このようにですね。まあ、十分にですね、まあ、メリット、ベネフィットをですね、まあ、訴求しているんですね。具体的に、イメージを使ったり、ビデオを使ったりとかして、まあ、プレゼンテーションを行っています。まあ、このように非常に長いものになります。このセールスファンネルにおいてですね、フロントエンドの役割っていうのはですね、セールスファンネルの購入ループ、一連のですね、まあ、アップセルを含むすべてのオファー、これすべてをですね、購入ループと呼ぶんですけれども、この購入ループにですね、引き込む役割なんですね。そのためにですね、フロントエンドっていうのは、まあ、その商品の価値に比べて低めの価格設定をします。まあ、言い換えればですね、拒否できないオファー、拒否できないオファーっていうものをですね、まあ、提示することによって購入ループにぐいっと引き込むと。ということで、まあ、極端な話ですね。もし、例えば、販売者が、アフィリエイトプログラムを主催している場合などはですね、100% アフィリ、もう自分の収益はいいよと。とにかく一人でも多くの人を連れてきてよと。いうことで、まあ、フロントエンドにおいてですね、まあ、利益を見込まないと。
まあ、集客にフォーカスする。一人でも多くの人を、まあ、購入ループに入れていくよと、引き込んでいくよという、まあ、役割があります。そしてですね、まずあなたがここでテーマとしている、まあ、商品、その商品をじっくりとですね、理解していただく。これにフォーカスをしております。そしてですね、まあ、こちらの商品をですね、購入したよと言った場合ですね、次のアップセルの一番上、まあ、リダイレクトします。こちらですね。はい。こちらでは何が、この場合、オファーされているかというとですね、まあ、自動化した、まあ、ウェビナーのシステム、流れ、これのプロ版だよと。プロ版は何が違うのかと言った場合ですね、注文ボタンの自動化、そしてテンプレート、そしてデベロッパーライセンスを提供するよと。非常にもうシンプルに分かりやすいんですね。フロントエンドで十分商品については理解を深めていただいたと。そしてアップセルの1ではもう何が違うのかというふうになるんですけれども、多くの人がですね、拒否できないオファーを見てですね、まあ、これこそパーフェクトだと、私の今のニーズにぴったりだと思って買うんですね。そしてその直後にダウンロードページではなく、アップセル1、まあ、リダイレクトされると。そうするとですね、あれってなるんですね。何かというとですね、完全だと思った、パーフェクトだと思ったですね、フロントエンドが不完全だってことを知ってしまうんですね。まあ、この場合で言えばですね、特に大きな注目点というのは、購入ボタンの自動化なんですね。例えば、あなたがですね、エバーグリーン式のウェビナーを開く、まあ、開催するよと言った場合ですね、まあ、リプレイですね、ビデオのリプレイをすると。そして、終わりから5分前になったら、注文ボタンをシュッと自動的に出したいよと。まあ、これがですね、ウェビナー、エバグリーンのウェビナーの肝なんですけれども、まあ、自動制御で注文ボタンを出すよと。前半はですね、まあ、そのウェビナーの内容にフォーカスしていただくために何かを売るっていう気配を見せないんですね。しかし、だんだん途中から、まあ、セルスピッチに入ってですね、最後には、まあ、注文ボタンが出るよと。まあ、これがないと、エバグリーンウェビナーの、まあ、魅力がないと、反応率も低下してしまうよと。ですから、もうこれがないと不完全なんですね。この不完全さっていうものを、まあ、購入者にですね、知覚させると。そうするとですね、その不完全さを知覚したこと自体がですね、次の購入トリガーになってくるんですね。そうすることによって、アップセルっていうのは比較的ですね、単純に売れていくんですね。まあ、このセールスレターを見ていただくとですね、まずヘッドラインでね、まあ、何が違うのかと。そしてビデオプレゼンテーションですね。そしてもう注文ボタンなんですね。もう全然、セールスレターのフォーマットが違うんですね。まあ、さらには、まあ、このプロ版のメリット、ベネフィットをですね、まあ、サムアップしていると。そして、また注文ボタンを、こちらに設置していると。ということで、もう完璧にですね、フロントエンドとは、購入者に、例えばアピールする方法が全く異なってくるよと。ここでですね、アップセルで、またフロントエンドのようにダラ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 と長いですね、セールスレターを設置するとですね、まあ、逆に売れなくなってしまうということで、もう単純にヘッドラインで何が不完全さをもたらすのか、そしてビデオプレゼンテーションで、どちらかというとエモーショナル、ロジックというよりもですね、イモーショナルに、もうこれ買っとかないとか、もう完全じゃないよということを匂わしていくと。そして、まあ、注文ボタンだよと。こういうふうに、まあ、できているんですね。そして、ここでご注意いただきたいんですけれども、ちょっと画面ではちっちゃくて見づらいかもしれませんけれども、この注文ボタンをクリックすると、アップセルの2に行くんですけれども、もしこのオファーを拒否すると、いらないよっていうとですね、この下の小さなテキスト、
テキストでですね、いいえ結構ですと、私はこの教壇のオファーをディールをですね、まあいら、まあ興味ないということで、このテキストリンクをクリックすると、フロントエンドのですね、まあダウンロードページ、もしくはあなたがですね、ダウンセルを設置した場合にはですね、まあこのケースで言うとですね、まあ、注文ボタンの自動化、そしてテンプレート、そしてディベロッパーライセンス。例えばこの中でディベロッパーライセンスを除いて、あとは、まあそのまま同じだよと。その代わり、価格をですね、この場合47ドルになっておりますけれども、27ドルで販売するよといったダウンセル、まあダウンセルへ導いていくよということもできると思います。はい。まあこの場合ですね、この業者の場合には、まあダウンセルはありませんので、まあお見せすることはできないんですけれども、考え方としてはそのようになります。そして、このですね、アップセル1を購入した人が次に何を見るのかと、アップセル2なんですね。はい。これがアップセル2になります。アップセル2もですね、アップセル1と同じようなセールスレターのフォーマットになっています。まあ何が違うのかと。まあこの場合は再販権利を提供するよと。そしてビデオですね。まあこのビデオもエモーショナルにですね、働きかける不完全さですね。もうあなたはですね、フロントエンドの商品に加えてプロ版を手にしたと。さらには、まあ、ディベロッパーライセンスということで、あなたのクライアントのワードプレスにインストール代行のサービスを販売できるよと。まあ、ここでもう十分完璧だなっていう印象を与えるんですけれども、このアップセル2を見てしまうとですね、もうプラグイン自体を、まあ、ダウンロード提供で販売できるよと言った場合、さらにそこで魅力が増すんですね。つまり不完全さですね。この不完全さがまた購入のトリガーとなって、このアップセル2が売れていくよと。このセールスレターも全く同じようにですね、もう簡単に、まあ、ベネフィットをサムアップしてですね、そして、まあ、注文ボタンだよと。このような、まあ、フォーマットになっています。ちょっと思い浮かべていただきたいんですけれども、例えば女性がですね、まあ、念願の、まあ、初めての彼氏とデートに行くよと。そして、まあ、その日に着ていくドレスを買いに行ったと。そして、まあ、ブティックに入って、まあ、ドレスを着るともう完璧に、まあ、綺麗に見えるんですね。店員さんも、わあ、可愛いわね、というわけですね。そこでですね、このシューズ、このシューズだったらこのドレスとバッチリですよって店員さんがサジェストすると。するとですね、そのシューズを履かないと完璧じゃなくなってしまうんですね。もう最初はドレスだけ見て完璧だと思ったのが、もうこのシューズがなきゃダメだよってなると、もうシューズ買ってしまうんですね。そしてですね、店員さんがもうなんと素敵なんでしょうと、もうドレスとシューズがもうドンピシャだよと。さらにですね、このバッグがあればもうモデルさんで、モデルの雑誌に載ってるようですよと言った場合、そして、まあ、その女の子が、まあ、そのドレスとシューズを履いてですね、バッグを持ったと。鏡に映る自分の姿を見て、もう完璧だと。このバッグがなきゃダメだよと。いうことで、バッグを購入してしまうと。いうことでですね、まあ、これがですね、まあ、不完全さの近くにおける、購入トリガー。購入トリガーになるんですね。そして購入トリガーをプッシュするっていうのはロジックじゃないんですね。エモーショナル、感情的なですね、プッシュを行うことによってですね、売れてしまうという流れになります。このですね、セールスパネル、フロントエンド、アップセル1、アップセル2を見ていただいたんですけれども、まあ、これがですね、実際に、まあ、販売されている、英語圏で実際に販売されたですね、セールスパネルです。典型的なですね、セールスパネルというのは、フロントエンド、そしてアップセル1、アップセル2、アップセル3、そしてアップセル1を拒否した人はダウンセルの、まあ、1番だよと。
まあ、これが典型的なセールスパネルの基本パターンになります。ただですね、まあ、マーケターによってはですね、もう7番、8番までですね、アップセルを行う人がいますけれども、もう最終的にですね、私も何度も経験してるんですけれども、もうイライラしてくるんですね。まだまだダウンロードページへ行かない、まだダウンロードページへ行かないということで、あまりですね、アップセルを多くするとですね、まあ、準備に労力、時間、お金を費やしてもですね、逆に、まあ、見込み客、購入者をですね、怒らせてしまうということになりますので、まあ、一般的には最大でもですね、アップセルの1、2、3ぐらい、3つぐらいがもう上限ですね。まあ、一般的にはアップセルの1番と2番ぐらいでもいいと思うんですけれども、そしてダウンセルをそこに設置するかしないかということになります。もう一度ですね、アップセルの1番、こちらを見ていただきたいんですけれども、繰り返し重要なので、まあ、強調しておきたいんですけれども、フロントエンドを購入した人がですね、アップセル1へ進んだと。アップセル1を購入した人はアップセル2へ行くんですけれども、アップセル1を拒否した人にはですね、ダウンセルっていう考え方があるんですね。その基本的には同じ商品なんだけども、何らかを削って安くするということで、一般的にはですね、アップセル1にボーナスをつけとくんですね、いくつか。そしてそのボーナスを撤去して、まあメインのオファーは全く同じだよ、でも安いよっていうふうに売るのが、まあ一般的なセオリーなんですね。そうすることによってですね、ボーナスなんかいらないよと。まあメインのものだけが欲しいよっていう人、こういった人の落ちこ、もう、取りこぼしをですね、最小限にするっていうことで、ダウンセルを置くだけでもですね、だいぶ、まあ注文を拾えると。いうことが、まあ、実証されておりますので、まあ、初心者の方はフロントエンド、そしてアップセル1、そしてダウンセル、まあ、これだけでもですね、今まで以上のですね、売り上げを確保することができると思います。そしてですね、もう一度ちょっとフロントエンドに戻りますけれども、このフロントエンド1の役割を今一度ちょっと頭に入れておいていただきたいんですけれども、拒否できないオファー、もうてんこ盛りで魅力的な価格、そうすることによって購入ループに引き込むと。購入ループに引き込むってことがもう唯一の役割になります。ですので、もう利益は採算度外視、まあ、広告宣伝費というふうに考えていただいてですね、セールスファンネルにおけるフロントエンドっていうものをですね、強固なもの、もう ここに全てがかかってるんですね。なぜならば、あなたがいくら素晴らしいですね、アップセルをいくつも用意したとしてもですね、このフロントエンドを購入していただかない方にはですね、目に触れることがない。ですから存在しないも同じなんですね。で、そのことをですね、ぜひ忘れずにですね、頭の中に入れておいていただけたらと思います。あとですね、このセールスファンネルっていうのはですね、まあ連続的に表示、オファーされていくんですね。フロントエンド。フロントエンドを買ったらアップセル1、アップセル1を買ったらアップセル2、アップセル2を買ったらアップセル3。このように、まあ時間的に見ると連続性があります。そしてですね、このセールスファンネルから数日置いて、まあ、何日か日にちを置いてですね、バックエンドオファーっていう考え方が一つあります。これは何かというとですね、超高額のオファーをそこで提示するということになります。で、なぜですね、セールスファンネルから切り離すのかというとですね、やはり価格帯がですね、例えば、コーチングとかコンサルティングですね、そしてその価格が何万とか何十万円した場合ですね、まあ、衝動的な、まあ、購入トリガーによっての購入っていうのは、まあ、期待することはできないんですね。
ふっと現実に戻ってしまうんですね。ですので、セールスファンネルを抜けた人、完了した人に対してですね、まあ、手厚いサポート、お礼のメールを出す、そういったことをですね、繰り返してですね、まあ、信頼関係を構築していくと。その中で、まあ、あなただったら、まあ、買ってもいいわ、というような、その、環境ですね、人間関係のその場を、まあ、構築していくよと。そうすることによって、バックエンドの売れ方がですね、まあ、スムーズになってくるよと。まあ、これがですね、セールスパネルプラスバックエンドの完成形になります。ただまあ、あなた自身がですね、まだ一度もセールスパネルをですね、まあ、設置したことがないよと言った場合ですね、まずは、繰り返しになりますけれども、フロントエンドとアップセル1、ダウンセル1、これだけでもですね、ぜひ取り入れてみていただきたいと思います。実際にですね、まあ、フロントエンドのセールスレターを組み立てるっていうのは、単品販売をやってても同じことですので、あとはアップセルのセールスレターですね、まあ、もう一度見てみましょう。はい。このように、もう、まあ、シンプルにですね、まあ、ビデオを使って、まあ、不完全さをアピールし、認知させると。そして、それをトリガーとして、まあ、売るよと言ったことですね。これを行うにはですね、それほどですね、手間暇っていうものはかからないと思いますので、ぜひですね、まあ、実践してみていただけたらと思います。あとですね、この注意が必要なんですけれども、この分岐ですね、注文ボタンの下にテキストで、はい、こちらですね、このテキスト、ノーの場合の選択肢ですね、ま、基本的にはイエス、買うよと言った場合には、イメージでの注文ボタン、そしてノーという選択肢には テキストを使うんですけれども、まあ、この場合ですね、この販売者っていうのは注文ボタンのすぐ下にノーサンキューのリンクを設置しているので、まあ、お客さんもわかりやすいんですけれども、まあ、マーケターによってはですね、はるか下にもっと小さくですね、掲載するんですね。そうすると、どこでノーを見つければいいのかわからないよと言ったケースもありますけれども、やはりまだですね、日本ではですね、そういうやり方っていうのは、まあ、必ずしもいい印象を与えませんので、まあ、注文ボタンの下にまあ、テキストで脳の選択肢を明確にするよと。この時にですね、実際私も経験があるんですけれども、まあ、アップセルの1番を買ったよと。そうしたら当然ですね、その後アップセルの2に行くはずなんですけれども、まあ、販売者がですね、この分岐のリダイレクト先の設定を間違えてたんですね。ダウンセルへ行ってしまったんですね。その時ですね、セオリーでは、例えばボーナスを撤去して安くするよと。そういった、まあ、セオリーがあるんですけれども、そのマーケターは全く同じ内容、アップセル1と全く同じ内容をダウンセルで、まあ、例えば47ドルだったら、それを27ドルで、まあ、売ってたわけですよ。それを目にした私はですね、やはり、まあ、怒りが込み上げてくるんですね。全く同じ条件で、こういうことするのかよと。ですので、まあ、このですね、分岐の設定ですね、これを間違えるとですね、もうお客様を怒らせてしまう。二度とあなたから、まあ、購入しない。そして、もしあなたが返金保証をつけてた場合にはですね、確実に返金の請求が来てしまうということで、この分岐についてですね、まあ、気をつけていただきたいと思います。あとですね、まあ、ビデオに関してなんですけれども、はい、ちょっと見てみましょう。Let's start by saying a big thank you for choosing to invest in my amazing software, WP Auto Webby. Now I'm sure that you can't wait to start running high converting webinars literally within seconds with this fantastic software. But what if you could potentially triple the number of sales, traffic, and revenue that you're bringing in from...はい、ここでですね、注目していただきたいのは、今ご覧いただいているのはアップセル1なんですけれども、
ここで彼が言ったのはですね、フロントエンドを購入したあなたはですね、もう抜群の買い物をしたよと。もうこれであなたのですね、マーケティング活動っていうものを加速していくよと。でも、もし、この、例えば、この、注文ボタンの自動化、こういった機能までも実装できたら、あなたのビジネスはどんな風になるでしょうかと。想像してみてくださいと。いうような投げかけをするんですね。そうすることによって、まあ、どちらかというと、エモーショナルな投げかけなんですけれども、そうすると、やっぱり不完全だと。確かにいい買い物をしたと。でも不完全だと。このポイントっていうのは非常に重要なんですけれども、まあ、あなたが何らかの買い物をしたと。そしてその買い物に対して自分が多少後悔したとしても、人からなんでそんなもん買ったのって言われると腹が立つんですね。それと同じなんですね。もうあなたの今フロントエンドで購入した、あなたの購入決断っていうのは正しかったと。素晴らしいものを手に入れたんだと。でももっと良くするにはっていうこの考え方ですね。そのためにですね、あなたがセールスパネルを組み立てるときにですね、フロントエンドの商品から何らか機能をいくつもこう削ってですね、まあ、ある意味本当に不完全な形にして、フロントエンドで販売する。そしてアップセルでその削ったものをくっつけていくという考え方にするとですね、やはりフロントエンドが売れないんですね。ですので、基本的な考え方としては、フロントエンドの商品の機能を、まあ、強化、拡張する、まあ、プラスアルファ、の機能だよということで、アップセルをしていくということが重要になってくると思います。そしてですね、このアップセル、まあ一番にも出てるデベロッパーライセンスっていうのが出てくるんですけれども、フロントエンドでは自己利用限定。しかし、アップセルではデベロッパーライセンス。デベロッパーライセンスというライセンスですね。はい。まあ私も、まあ経験済みなんですけれども、時間がないよと。そして、まあ商品もいくつもアップセルする、材料がないよということもあるんですね。そうした場合ですね、一番簡単な方法っていうのはですね、フロントエンドの商品。このフロントエンドの商品のすべて、全権利をあなたが持っている場合ですね。例えばあなたが ebook を書いたよと、ゼロから書いた、もしくは PLR から書いて、ライセンス的に、それを、その販売権を売れるよというような状況の商品があればですね、1個ですね、1つ商品をフロントエンドに設置すると、自己利用で販売するよと。そしてアップセル1で再販権利だけを売るよと。そうした場合、何らか商品を新しく作ったりする必要はなくですね、ライセンス書を1個書けばいいわけですね。まあ、A4 1ページぐらいの、ライセンス書を書けばいいと。そして、アップセルのには、例えば、そのフロントエンド商品のプライベートラベルライトライセンスを販売、提供するよと。言った場合ですね、またライセンス書を1枚書けばいいんですね。このように商品をアップセル用にゼロから開発するんではなくですね、ライセンス書を1枚書くというライセンス戦略をですね、セールスファンネルに組み込むことによってですね、あなたのですね、セールスファンネルの準備期間、そして負荷、こういったものを最小にすることができます。まあ、このご覧いただいている事例ではですね、デベロッパーライセンスっていうものをここに設置しています。ですから、まあ、この応用としてはですね、例えばあなたが ebook を書いたよ、自己利用限定だよ、アップセル1では、リセールライト、プライベートラベルライトライセンス、もしくはマスターリセールライトライセンス、こういったものを提供していくよと。そして、アップセルの2番ではですね、まあ、マンスリークラブ、会員制ビジネスモデルを取り入れてですね、同じように、毎月毎月、まあ、プライベートラベルライトを付帯した、まあ、レポート、電子書籍を提供するよと。そうすることによって、継続課金ビジネスへ、まあ、引き込むことができると。まあ、これも一つ理想的な形になってくるんですね。
そうすること、まずワンショットでですね、アップセル1番とかで、まあお金を、ワンタイムでお金をもらえるよと。そしてなおかつ今度はアップセルの2で、クラブ形式にするとですね、毎月毎月、塾のですね、お月謝のように、会費をいただくことができるよということで、まあワンショットプラス継続の収入の流れを作ることができるということが言えると思います。また一つの例としてはですね、まあフロントエンドで、何らかですね、まあ、例えばリスト構築の e-book をあなたが書いて販売したよと、アップセルでは、その再販権利を売ったよと。で、アップセルの2ではですね、実際にあなたがその電子書籍に書かれた方法でですね、リスト構築をする手助けとして、まあ、プライベートコーチングのサービスをするよと。コーチングサービスであればですね、例えば3ヶ月間で、まあ、2万7000円だよと、2万9000円だよと。そういった金額を請求することもできると思います。そして、まあ、その後ですね、バックエンドとしては、コンサルタントとして、まあ、サービスを年間ベースで提供するよというバックエンドに結びつけることもできると思います。このようにですね、セールスファンネルっていうのは、まあ、唯一絶対のパターンっていうのはないんですね。まあ、冒頭お話ししたように、基本的には、フロントエンドがあって、アップセル1があって、アップセル2があって、アップセル3だよと。そして、アップセル1を拒否した人にはダウンセルだよと。まあ、これが基本形ですけども、まあ、あなたの、まあ、環境、考え方に応じてですね、自由に、まあ、それを、まあ、変形させることができると。そして、オファーに関してもですね、まあ、現実的に何らかの機能強化をすることもできますし、もしくはライセンス戦略を用いることもできると。そして、まあ、電子書籍なんかでよく多いんですけれども、フロントエンドで電子書籍、PDF で、まあ、格安で、魅力的なテーマに沿って、書かれたものを売ったよと。そして、アップセルにおいてはですね、それのマルチメディア化、例えばビデオ化したトレーニングコースですね。そして例えば MP3 で、まあ、音声のコース。こういったものにですね、まあ、リーパーパスっていうんですけれども、変形させてですね、アップセルに持ってくることもできると。そうした場合にはソースとなる商品っていうのはフロントエンドのコンテンツっていうものがソースとなって、異なる形態での商品化ですので、まあ、リサーチにも時間がかかりませんし、まあ、一つのものをいくつも使えるといったことが言えると思います。セールスファンネルもですね、いくつも、まあ、展開してくるとですね、だんだんとですね、容量を覚えてくるんですね。まあ、最小の労力、すべてをですね、ゼロから、フロントエンドもゼロから作るよ。アップセル1もゼロから作るよと。こうするとですね、まあ、あなたのセールスファンデルを構想した日からですね、実際に商品ローンチできる日まで、ものすごく時間が、まあ、かかってしまうと。まあ、時間がかかってローンチできればいいんですけれども、途中で頓挫してしまうということになりかねないので、まあ、基本的には効率を求めてですね、まあ、両稽古をしながらコツを覚えていくということが、まあ、重要なんじゃないかなと思います。最後にですね、納品、あなたの商品をどのような形で納品するのか。一般的にですね、単品で販売して e-book を売ったよ。そして、決済が完了してダウンロードページへ行ったよと。言った場合、ダウンロードページをプロテクトして、購入者以外が、まあ、アクセスできないようにすると。そして、そこでダウンロードをして、納品するよというのが一般的だと思うんですけれども、まあ、セールスファンネルを組み立てるとですね、まあ、オファーがいくつも入ってくるんですね。そうした場合、そのオファーに応じてですね、まあ、ダウンロードページを用意する必要があると。いうことで、
またダウンロードページの設定もですね、注文の分岐と同じようにですね、間違えてしまうとですね、まあ大変なことになってしまうよと。フロントエンドしか購入してないのに、アップセル 2のダウンロードページが見えてしまうよと。いうようなこともあるんですね、実際問題。セールスパネルのを構成するですね、オファーが増えれば増えるほど入り組んでくるんですね。ですので、その辺もですね、例えば、紙に、まあ、設計図を書いて、まあ、分岐と連結を確認していくと。一つの、まあ、ヒントとしてはですね、セールスページを作る前にですね、もう白紙のページでいいんですね。ページの名前をつけて、まあ、白紙で、オファー、構成するオファー分ページ作っちゃうと。そしてその連結、注文ボタンを作って、その連結をだけ先にすると。まあ、つまり、骨組みを作ってから、セールスレターのコンテンツ、肉付けに入っていくと。こうするとですね、間違いもですね、最小に済むと思います。もしあなたがですね、まあ、セールスファンネルをゼロから組み立てる、そうした場合ですね、実際にですね、アドバイスに、沿って相談しながら進めたいよということであればですね、私たちがですね、提供しているビジネスデザイナーという、まあ、ところがあるんですけれども、ここではですね、まあ、基本トレーニングにおいてですね、セールスファンネルのコンセプトを理解していただくことができるトレーニングを提供していると。そして、実践トレーニングにおいてはですね、まあ、セールスパネル完成までのプロセスを15のチェックポイントに分割してですね、一つずつチェックポイントに対するですね、インストラクションビデオを設置してですね、まあ、一つのチェックポイントが完了すると報告をいただくとこちらへ、そしてその中で相談を繰り返していくと。あとですね、リクエストに応じて予約制なんですけれども、いつでもですね、双方向性のビデオの会議、ミーティングを開くことによって、より具体的にですね、質問等にお答えしていくよということもやっておりますので、まあ、ぜひですね、ご興味あればですね、ビジネスデザイナーにご参加ください。そして、もしあなたがもうすでにセールスファンネル、慣れてるよと。もう実践してるよということであればですね、ファンネルデザイナーというところがあるんですけれども、こちらではですね、まあ、舞台裏、納品プロセス、注文から納品プロセスまでを自動化するですね、まあ、プラグインを提供しておりますので、まあ、広報支援ですね、こちらをすべて自動化していくことも可能になります。なおかつ、ファンネルデザイナーにおいてはですね、今回お話したようなですね、ケーススタディの、まあ、ウェビナーのリプレイをどん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 ですね、追加して、より良いアイデア、より反応する、売れるファンネルですね、こういったものの作成に役立つようなスキームを提供しております。はい。そして、まあ、最初にですね、お約束をして、おりますですね。ちょっと見ていただきたいんですけれども、はい。現在ですね、私たちのですね、トゥルーパーラインから提供しているツールですね、クラウドベースのツールなんですけれども、チックタックっていうのがまず一つあります。このチックタックっていうのはですね、まあ、カウントダウンタイマー。カウントダウンタイマーの、まあ、基地としてですね、一元管理することができるよと。まあ、最先端のですね、まあ、タイマーを提供することができるよと。電子メールの本文中にですね、カウントダウンタイマーを設置することもできるというスキームがあります。今ですね、特別のにチャーターメンバーディールとしてですね、チックタックをまあ、30日ごとに1260円いただくことになっているんですけれども、もう一度きりの支払いで、ライフタイムだよと、もう、会費払う必要ないよと、言ったものを、ディールを用意しております。今回はですね、このチックタックを購入するとですね、こちらもトゥルーパーラインなんですけれども、フライングバズ、空飛ぶ口コミと、こういったですね、こちらもクラウドベースなんですけれども、この、
まあ、ライフタイムアクセス券ですね。こちらもボーナスでつけております。そして、まあ、今回、ウェビナー、初めてのウェビナーをですね、受講していただいた方にはですね、このオファー、ちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、9980円なんですけれども、これをさらに 50% 割引、半額にするですね、特別なクーポンコード、クーポンコードっていうのは、まあ、こちらをクリックしてですね、クーポンコードを入れていただいて、まあ、プライボタン、適用ボタンをクリックしていただくと。この特別なですね、クーポンコード、こちらを差し上げます。クーポンコードはですね、TICK、大文字で TICK50、TICK50 です。TICK50 と入れるとですね、今お見せした金額がさらに半額になります。もうこれはですね、まあ、ありえない価格になってきます。もう、ウェビナー第1回目をですね、受講していただいたお礼としてですね、あなたにこのチャンスを提供させていただきます。まあ、この TikTok なんですけれども、こちらのアドレスバーを見ていただく、もしくはですね、B Solutions、私たちの B Solutions.Tokyo を訪問していただければですね、そこで TikTok のこのチャーターメンバーディールっていうもののリンクが表示されていると思いますので、ぜひですね、まあ、この機会によろしかったら、セルスパネルとの相性も抜群です。このチックタックはですね、各セルスレターのところにですね、例えばフロントエンドのところにカウントダウンタイマーを設置することによって、緊急性を演出することができます。さらにはですね、このフライングバズを使うことによってですね、フロントエンドへの集客、紹介ベースでの、まあ、集客及び口コミの拡散、こういったものを行うことができますので、まあ、相性は抜群になってきますので、まあ、もしよろしかったらですね、TICK50、TICK50 と入れていただければですね、このページに来ることができる、このページでオファーしている金額を半額にすることができます。まあ、今回ですね、まあ、初めてということで、至らぬ点もあったと思いますけれども、参加していただきまして、本当にありがとうございました。もし質問等あればですね、サポートセンターにですね、ご遠慮なく、マイコンシェルジュドット東京になりますけれども、何なりとですね、ご相談、ご質問、お寄せいただければ幸いです。はい、今回ありがとうございました。これで終了させていただきます。